エンジンスタートで、こっち大丈夫で、ナビもめちゃくちゃ大きくて、充電置くだけで充電もできる。ここもまあまあ、ちょっとだけあって、これでスポーツ S で、スポーツ S プラスで押したらノーマル戻って、エコモード押したらもうノーマルで、あとはまあまあクーラーの温度をこれで変えれる。スライドで温度もでき、いろいろ強さもできる。これは F スポーツやからパッシングはこれやけど、別に F はいらんからこれは別にいいとして、これプリウスみたいにドライブ入れてまた元に戻る、ポジション戻っていくやつで、もうまあまあ奥深くまで入る。この辺はまあまあようわからんからまあいいとして、でなんでやねん、まあ、ウインカーとかシートヒーターがどこかな、わからんな。運転席は普通にポジションにしてて、裏の後ろに乗ったらまあまあ膝も十分余裕があって、広々こんな感じ、うん、悪くない。ラブ4と多分同じぐらいやと思うけど、いいね。後ろは荷物も隠せるように、これは取れるけどなってるし、角度もここで変えることはでき、倒すこともできる。ここはコップも置ける。足元にコンセントもあるし、充電も2個ついてるタイプ C の、まあいいでしょう。 F スポーツだからこういうちょっと変わった椅子だけど、まあまあムーンルーフはつけないとして、トランクもだいぶ広い。クラウンに比べたらいっぱい物乗せられる。これ外したら椅子も上げたら、じゃあ椅子も倒したらめちゃくちゃ広く乗せるからいいね。倒すとこうやってめちゃくちゃ物置ける。なんなら自転車とかも詰められる。すごい便利。NX350H、 まあエンブレムは文字、光り方がかっこいい。あ、後ろこんな LM もある。シートヒーターはナビをいじって出てきました。これなんか書いた？これ勝手に作って飲むかって送られる。あかん、もう終わりやで。